藤澄香です。綺麗に痩せるためのファスティングプログラムに取り組んでおります。さあ、いよいよ本日は7日間プログラムの、5日目、そうです。ファスティングの、3日目、最終日を楽しく迎えることができました。今朝からの体調はですね、前回同様も子供の頃にですね、戻ったような体と心の軽さとですね、体調も本当にもうすこぶる良好が続いておりまして、特に頭痛が出たりですとか吐き気もなく、この3日間無事に終わりそうなんですね。もう少しで終わりますけれども、で実は私と同じタイミングで、私の大好きなクライアントの、お一人なんですけれども、一緒に今ファスティングしているんですね。でその方も初回はすごく頭痛と吐き気で苦しかった日が、ね、あったんですけれども、また昨夜 LINE でやり取りしていますと、あの時の頭痛ですとか吐き気がですね、今回拍子抜けのようにね、何ともないとおっしゃってましたね。すごく嬉しかったです。なので、また今日のですねファスティング最終日を楽しく過ごしたいと思いますというメッセージを昨晩いただきました。私も全く同じです。であとですね、ここ3日目に入りまして、やはり五感が鋭くなってきたなというのを感じているんですね。例えば外のこう空気ですとか風の香りですとか、あと私の整体サロンでお香を炊くんですけれども、こちらですね、白檀という、私この香りが大好きで、サロンにもね炊いているんですけれども、この香りがですね、普段とは違う、もっともとの何と言いますか、こんな香りだったんだっていうね、香りを今日ですね実感したんで、嗅覚もすごく良くなってるな、研ぎ澄まされてきてるなと感じたんですね。他にはですね、普段通りの生活なんですね。特にそのファスティング中何か特別にこうしなくちゃとかは全くなくてですね、本当に普段通りなんですよ。よくファスティングと聞くと、断食お食事をね取らないわけですから、なんか辛そうとかですね、そんなできるのかしらっていうご質問よくいただくんですけれども、逆にですね、楽です。すごく楽なのと、普段通りの生活してるんですよ。朝起きてシャキッと起きてですね、その家族のためにご飯を作り、自分は食べませんけどね、普通にご飯を作ってお仕事をして、また帰宅後また家族のためには食事を作ってですね、普段通りなんですよ。ただ私は食べませんから、その分時間のプレゼントがあるわけです。なのでその食べない分のゆとりの時間を使って、例えばそうですね、我が家には11歳になるシワワ君がですね、愛犬がいるんですけれども、その可愛い愛犬とですね、いつもよりもプラスアルファのゆっくり楽しい散歩の時間を増やしてみたりですとか、あとは以前からこう読みたかった本をゆっくり読む時間ですとか、あとはそのやはり睡眠時間のプラスアルファの確保ですよね。睡眠時間も伸ばすことができておりますので、こうますます体調が良くなるわけです。またですね、私が人生初のファスティングをした時には、食べなかったのもあるのか、便秘といいますか、そのお通じがない日があったんですよね。2日ぐらい、食べてないからかなと思っていたんですけれども、それからですね、私が普段取っている乳酸菌の食品があるんですけれども、そちらを、今回毎日ファスティング中も、同じようにいただいてたんですね。こちらです、乳酸菌なんですけれども、こちらを取っていたおかげでといいますか、今回はですね毎日お通じが来まして、今日も朝すっきり出ました
ね。こちらのはですね、私のクライアントの方もですね、実はすごくお気に入りの方が多くて、5年ぐらいですね、便秘外来に通い、そのお薬を処方されて、そのお薬飲まないと出なかった方が、私がこちらをですね、飲んでるお話を聞いた時に、じゃあ先生私もということで試しに一袋ですね、お持ち帰りされたんですよ。そうしましたら、その施術の後の次の施術の時にいらしてですね、先生お腹の調子がものすごくいいと、先生と同じものを飲み出してすごくいいので、実は便秘外来も行ってないんです、行かなくて済んでますっておっしゃるんですね。でお腹が特にペタンコになったってすごく喜んでいらっしゃいます。そういった方もいらっしゃるので、私がこう実感している良さがですね、多くの方に伝わって嬉しいなと思っております。またですね、今回はファスティング3日目ということで、今からいよいよですね、このファスティング3日目にお体の大変化が起こるんですというお話をお伝えしていきたいと思います。実はファスティングの醍醐味がこの3日目から起こるんですね。なぜかというと、ズバリ結論からお伝えしますと、普段の脂肪燃焼の100倍燃焼するんです。すごいことですよね。普段の100倍です。ですので、例えば有酸素運動、運動でお体を動かして脂肪燃焼というのはもちろんいいんですけれども、もう元々のその日が違うわけですね。有酸素運動ではそこまで実は脂肪燃焼はごくわずかと言われてますよね。どちらかというと、運動をして、血流の巡りを良くして筋肉をつけることで、代謝が上がってその燃焼を燃えやすい体にするというのが運動の、醍醐味だと思うんですけれども、このファスティングでは3日目から脂肪燃焼が普段の100倍体に起こるんです。私もまさにその100倍今起こっているわけなんですけれども、それはなぜかと言いますと、こちらです。脂肪燃焼するまでの過程があるんですね。ファスティングの初日と2日目はまだ肝臓内にあるグリコーゲンという糖分をその食事の代わりにエネルギー源としてその使っていく過程になるんです。でいよいよそこもですね、そこをつくといよいよこの内臓脂肪を燃焼に移るわけですね。でまずその脂肪もどんどん燃えますし、当初の私のファスティングの目的でありますその内臓脂肪に溶け込んでしまっている、例えば気づかない間に取ってしまった農薬であったり、食品添加物であったり、大気中のその有害物質が脂溶性といいまして、その脂肪に溶け込みやすい性質がこの3つあるんですね。結果その内臓脂肪の中に一緒に溶け込んでしまって、なかなかそのデトックスできないというのがその血管内にいつまでもあるわけです。でその部分を100倍のスピードで燃やしてくれてるわけですから、もう隅々までお体がきれいになっていくということになるんですね。でその時にですね、その内臓脂肪を燃焼する時にケトン体というものが分泌されます。でこのケトン体がですね、いい仕事をしてくれるんです。これがまた主に3つありまして、ですね、ケトン体が分泌されてきますと、アルファ波という、リラックスですよね、こういったものですとか、あとベータエンドルフィンというそのひらめきのね、ホルモンと言われているその、ひらめき度ですよね、ものづくりの方とか、アーティストの方とか、わざわざお仕事のためにファスティングすると言われているぐらい、欲しいものなんです。で3つ目は実はですね、空腹感が3日目あたりがまたガバッとですね減ります。でなぜかというと、脳のですね、視床下部 の、 満腹中枢に働きかけてくれるんです、このケトン体が。なので私もそうなんですけれども、3日目にして全くお腹が空いたという感覚はゼロです。実はもう予定が合えば本当は、今日で終わらずですね、ファスティング期間を
明後日ぐらいまで5日間ぐらい伸ばしたいなって思っているんですが、実は来週ちょっと用事が、まあ、予定があってですね、まあ、今回は3日間のファスティングで終えるんですけれども、ぜひその、まあ、結局3日目から脂肪が100倍の速度で燃え出すわけですから、それもですね、明後日も同じなんですよ。明後日、4日目、5日目も100倍で燃え続けますので、例えばその体重を落としたいということが一番の目的の方は、可能であればですね、お仕事とかいろんなその集まりの食事会とかがなければ、できれば4日、5日までですね。なのでファスティング期間5日間する方も実は多いんです。なぜかというと、この100倍燃やしたいからです。せっかく3日目から100倍なのに今日で終わるわけです、私はですね。なので、この先々も燃やしたいなという方は、5日まで続けられても、ね、全然いいと思うんですね。大丈夫ですから、しっかり酵素と水分を取られたら、また先ほどの乳酸菌のようなものでお腹を掃除するとなおいいと思うんですけれども、5日間も実はおすすめです。ですね。さあ、いかがでしたでしょうか、このファスティング3日目のすごい、力の発揮ですよね。ケトン体が、出たりですとか、その脂肪の内臓です、内臓脂肪の燃焼が100倍になるというこの事実ですね。お体の持っている力ってすごいですよね。結局そのファスティングをすることで、それに比例してこう免疫力が上がるんですね。またそのこう本来持っている生命力のこう活性化も素晴らしい、その力を発揮してくれるわけです。本来備わっている力がこうもうフル活用ですよね。フル活用できるのがこのファスティングなんですね。また、解毒作用、まあ、デトックス、いらないその溜まってしまった薬品系を全部排毒できるわけですから、これはですね、素晴らしい力だなと思っていますし、毎回その、自分のですね、体調の変化を実感するたんびに思いますね。すごいなと。生命力の力って本当すごいなと思いますね。さあ、いかがでしたでしょうか。本日ファスティング3日目の素晴らしい力というのをお伝えさせていただきました。また明日から私は回復食1日目2日目と迎えるも準備をしておりますので、またこの動画でアップしてまいりたいと思います。そしてこのファスティングにご興味がおありな方は、こちら下にですね、詳細欄がありまして、そちらに LINE のリンクを貼っております。そちらから遠慮なくいつでもご相談ください。私から直接あなたにお返事させていただきます。でまたこの動画のお話を繰り返しご覧いただいて、繰り返し思い出していただくことで、あなたご自身と、そして大切なご家族のためにぜひお役立てください。またこの動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。